直マスミスタジオチャンネル、はい、始まりました。すごいでございます。今日はですね、駿河湾沼津サービスエリアにやってまいりました。はい、こちらでね、いいものがあると聞いてきたので早速行きましょう。めっちゃ綺麗だね、このサービスエリアね。すごい、いっぱいいろんなものもあって、2階もある。なんか2階はヨーロッパみたいな。すごい、いや、すごい、見て、めっちゃ綺麗、ほら、すんごい綺麗。もう駿河湾がほらこうやって一面をブワーって囲ってて綺麗でございます。で、なんかね、あっちにも面白スポットがあるらしいので行きましょう。かわいい、なんか一個一個がかわいい。階段もランプもかわいい。はい、金だって、金があるんだ。金、じゃあ願掛け行きましょう。爆食マスミス社長チャンネルが今後もずっと美味しいものを食べられますように。爆音、ということでお店の方にやってきたんですけど、なんとですね、ビアデザミーのお店があるっていう風に聞いたので、今日はこのサービスエリアにやってきたんですよ。もう見えてるね、可愛い子がねいますよ。ビアデザミーちゃんが、なんかビアデザミーちゃんになってるけど、この子目と手と目と手と足ついてる。すんごいいろんなメニューある。これなんか桜エビシラスフェアっていうのやってるんで、この桜エビの冷製トマトパスタ、このフェアのやつと、こっち、ここのお店はビストロ乾杯さんっていうんだけど、この乾杯っていうのが、環境配慮の乾杯、そして飲酒運転完全撤廃の乾杯、さらに乾杯の乾杯、3つのコンセプトがこう込められてるんだって。で、全部ノンアルコールを提供されてるお店なんだって。ねえ、めっちゃ可愛くない？このテーブル。これ、テーブルと椅子なんだけど、これ見て、可愛くない？これさ、ペットボトルのキャップをリサイクルして作ったやつだったって。めっちゃ可愛くて、めっちゃ欲しいと思ったら、とてもエコなものだった。ありがとうございます。エネルギーのスナボー。わー、美味しそう。うますぎか。はい、ということで店内で、イエーイ、すごくない？なんかもうさ、この高速道路でこのビールを片手に、もちろんノンアルなんですけど、このね、やっぱ絵面がいいですよね。一休みというサービスエリアで、うん、もうとりあえずもう飲みたい、行きましょう。では乾杯、イエーイ。はい、今日はぬーちゃんもドライブしておりますので一緒に乾杯していきたいと思います。こちらももちろんノンアルでございます。えの乾杯。あー、うまい。はい、まだこのお店が6月末にオープンしたばっかりで、その一応キャンペーンとして、はい、ノンアルコールのスパークリングワインを1本プレゼントしてるキャンペーンをやっております。ありがとうございます。嬉しい。これぬーちゃんが飲んでるやつのあれか、黄色バージョンか。あ、そうだ、やったー、イエーイ。じゃあいただきます。これはシラスの冷製パスタです。すごい細麺、とっても細麺です。わー、おいしい。このね、ほのかにトマト風味、トマトの酸味が変わる香る感じがとてもいいですね。夏にぴったりの、いやー、おいしい。そして何よりもやっぱこのエビがいいですね、桜エビが。
ものすごくこの食感もいいしさ、お出汁も効いてて、パプリカも入っててね、美味しいです。うん、美味しい。続いてホイッシュバーガー。うわ、タルタルすんご。最高、すんごい。なかなか肉厚。あー、タルタルも美味しい。タルタル結構さっぱりめのタルタル。これうまっ。うん、パンもすごい美味しい。このビール、かっこノンアルコールサービスエリアで、いいですね。はい、こちらが牛肉ビアデザミー煮込みでございます。気になってた。行くぞ行くぞ。肉ホロホロ、めっちゃ美味しいじゃん。ビアデザミーで煮込むと、うん、すごい美味しい。肉でっか、でか肉。うん、野菜とも柔らかい。ビーフシチュー。うん、はい、続いてがポキ丼です。うわー、美味しそう。じゃじゃん、うわ、たっぷりアボカドサーモンシラス。うん、おいしい。うん、このごま油が香る感じ最高っすわ。うん、うまっ。
これはベルギーポテトフライなんじゃないか。はい、続いてがタコライスとポムピンポテト。かわいい。なんかね、ヌーちゃんが頼んだアイスティーなんだけど、よくさ、プラスチックのカップあんじゃん、こうテイクアウトできるようなプラスチックカップと、こっちと選べて、ヌーちゃんも店内で飲み切っちゃうからっていうのでこっちにしたんだけど、やっぱもうエコを気にかけてるからこそ、こういうね、そのどっちがいいですかって選んでもらって、まあ、もちろんテイクアウトした人はプラカップかもしれないけど、そうじゃなくていい人はこういうスチールカップを選べるっていう。ヌーちゃんはですね、今モーニングセットを食べております。モーニングで済ませるみたいです。タコラ、うわーすげえ、トマト、うわーすごい肉の量。ちょっと変わったケチャップの味するんだけど、すごい美味しい。で、フライドガーリックがたっぷり入ってる。これがめっちゃ美味しいの。パンチが効いてます。バジルの香りが強くて、なんて言うんだろう、ちょっとエスニックなタコライスだね。エスニック感もある。バジルケチャップだとこういう味になるのかな。美味しい。パンプイン。うわ、美味しい。うん。うわ、熱々。ああこれ美味しい。なんかトロットロ、コロッケの中みたいな。ね？コロッケっぽい。これうまっ。これハマるな。スパークリングワインにしました。入れ、はい、乾杯。お、辛口、美味しい。うわ、すごい、お肉ゴロゴロ。フランスか、なんか確かにちょっと見たことある気がするんだけど、ほら、ゴロゴロ。フランス料理なんだって。キャベツと豚肉を煮込んだもの。
美味しい。もうキャベツはクタクタになってて、そのキャベツに豚の旨味が全部染み込んでる。これはおつまみらしいよ。わあ、なるほど。ああ、なるほど。これとワインとかでいくね。あ、すっごいうまい。ハーブの味がすごいしっかり効いてる。めちゃくちゃ美味しい。お出汁が効いてる。はい、フォンダンショコラと抹茶フラッペでございます。いいスイーツ。うわ、おお、おいしい。結構ビターだ。ちょっとね、ほんのりこの洋酒の風味、味付けに使ってんだろうね。おいしい。いい苦味です。で、これをアイスと食べるってことね。アイスと一緒に行くことで、わぁ、なるほど。とても美味しいです。頼みました。で、このカフェラテなんですけど、わあ、美味しい。すごいね、このコーヒーの香りがいいんだけど、これあの近くの焙煎所で焙煎されたコーヒー豆を使ってるんだって。すっごい美味しい。これはこのペットボトルのキャップで回せんだ。これ見て、ほら、いくよ。循環ガチャっていうんだって。で、このペットボトルのキャップを穴にセットで回す。おお、出てきた。で、なんとじゃじゃん。うわー、かわいい。この出てきたキーホルダー、怒りだ。このキーホルダーもペットボトルのキャップで作られてるんだって。これ一人一回できる。ありがとうございます。じゃじゃん。テイクアウトのやつ受け取ったので、このまま帰ります。はい、ということで完食いたしました。乾杯さん、乾杯ビストロさん、めっちゃ美味しかったでございます。ビアデザミーに合うお料理がたくさんあって、ご飯を美味しく食べつつも、なんか
環境に私は今配慮してエコをしてるんだっていう気で、はい、なんか食べてました。でこうやってテイクアウトもできるから、ね、高速道路のサービスエリアでこうやってなんかいろいろ買って、またお腹が減ったら車の中でも食べてっていうこともできるのでね、すごくおすすめのお店でございました。はい、これは車の中で食べます。おすすめしてもらったお土産なんですけど、はい、環境に配慮したコップらしくて、持ってみると分かるんだけど、あ、びっくりしたー、バカだ。これさっき店員さんに私のドッキリされたの。いやー、これびっくりした。すいません、びっくりさせて。うわ、すごい、これめっちゃいいじゃん。ガラス球でね、柔らかいっていう。びっくりした。だってほらこれさ、絶対あ触ったら分かるんだけどさ、透明がすごくない？バカの上手だな、むーちゃん今。はい、ということでなんかいいですね、いっぱいエコに気にかけたものね、エコに配慮されたものがたくさん溢れるこの乾杯ビストロさん、ぜひともちょっと駿河湾沼津サービスエリアに来た際にはぜひ皆さんもちょっと寄ってみてください。やっぱりサービスエリアで飲むノンアルビール、ノンアルコールビールは別格でございますので、お試しあれということで。はい、ごちそうさまでした。この動画に通ったら高評価、気になったらチャンネル登録よろしくお願いします。いい休憩が。